ヒルトポルトシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のホルヒハイム軍に属す、市場町で、クレイフェンベルク行政共同体を形成する。ニュルンベルクの北東、約2 5キロメートルのフレンキシェシュバイズ内に位置する。この町は、公式には12の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ヒルポルトシュタイン西側からの眺めこの村は、1109年に、バイセノエ修道院の所領として、初めて文献上で研究される。1188年に、シュタウフェン家の所領となった。シュタウフェン家の最後の末裔であるコンラディーノの処刑後、1268年に、バイエルン公ルートビヒ2世の手に渡り、さらに1329年には、プファルツ選定公領となった。 14年後に皇帝カール4世がプファルツホクルプレヒトからこの村と城を購入し、ボヘミア王国の飛び地として重罪裁判権を有する保護領役所を城内に設けた。村は1417年にジグムン島により市場の開催権を与えられた。1503年にはボヘミアの霊園として帝国自由都市ニュルンベルクの統治下に入り、ヒルトポルトシュタインには ニュルンベルクの役所が置かれた。1806年にこの町は、他のニュルンベルク市支配地域とともに、ライン同盟の取り決めに基づいて新たに創設された、バイエルン王国領となった。ヒルポルトシュタインは、1808年に、ペグニッツ軍グレーフェンベルク地方裁判所、カンク、1810年に、レツアト軍、1817年にオーバーマインに、それぞれ属した。 ヒルトポルトシュタインの議会は主張を含む13議席で構成される。図柄、右上が金字、左下が赤字と斜めにに分割。その中央に左右に分割された小さな縦型。向かって、左は金字に半身の赤いくちばしを持った黒い和紙。向かって、右は赤と銀の斜め縞模様。ヒルポルトシュタイン上ヒルポルトシュタインの木組建築。 ヒルポルトシュタイン周辺には素晴らしい遊歩道が整備されている。この遊歩道は自然学習路にもなっている。ヒルポルトシュタインには多くのロッククライミングに適した岩山があり、100を超える東半路が整備されている。この町は連邦道 B2 号沿いに位置する。アウトバーン A9 号線にはホルメスドルフインターチェンジを利用する。 軍庁所在地であるフォルヒハイムへは西に約 23km、エアランゲニへは南西に 31km の距離である。ありがとうございます。